菅官房長官が苦笑い、東京新聞、望月磯子の意味不明なハンスト質問で。本日、東京新聞の望月磯子さんが、菅官房長官の記者会見、午前も午後も、二度にわたって意味不明な質問を繰り返し、菅官房長官がこのように苦笑いされておりました。午前の質問では、望月さんが、 シールズが沖縄で、シールズの残党が沖縄でハンストを始めたことに対し、この状況について政府の認識をと菅官房長官に質問したところ、官房長官は、その方に聞いてくださいと、苦笑いしながら答えました。また午後の質問では、文字月さんは、このハンストをやっているシールズの残党が、 ツイッターで私に聞けとはどういうことかと批判していると、さらに現状への政府の認識をと質問し、菅官房長官が県民投票は沖縄がやっていることですと答えられていたんですが、本当にですね、望月さんはもう意味不明な質問を、この菅官房長官の記者会見で何度も繰り返してしまっており、 菅官房長官や他のまともな記者の皆様の貴重な時間がドブに捨てられてしまっております。この望月さんがこのまま官房長官の記者会見で時間を無駄にし続ければそういった時間の無駄が積もり積もって大きな損失になりかねませんので ぜひとも東京新聞には、望月さんがこういったおかしな質問を繰り返さないように、質問とはどのように行うべきなのか、しっかりと教育を行っていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました